新しいスタートを切るつもりで頑張っていきたいと思っています家族には本当に感謝したいですミスマガジン2022グランプリはお二人いらっしゃいますミスマガジン始まって初のダブル受賞となりますココさんと 佐紀田優奈さんに決定いたしましたおめでとうございますココさん、佐紀田さんどうぞステージへお越しくださいさあ、お二人ともおめでとうございますココさん、改めておめでとうございますありがとうございます今のお気持ちを聞かせてください。はい えー、ミスマガジン2022グランプリに選んでいただきました、ここです、えー。40周年という記念すべき年にこのような素晴らしい賞をいただけて本当に光栄です。えー、私がグランプリを取れたのは普段応援してくださるファンの皆様や家族、そして友達、えー、あと事務所の方のおかげだと思っています。本当にありがとうございます。 えー、そして、私実は7年前にも一度グランプリをもらっていまして、それは事務所のオーディションの時なんですけど、今取ってるグランプリとその時のグランプリとは全く感覚が違っていて、なんだろうな、ここから、今日から私はまた新しいスタートを切るつもりで頑張っていきたいと思っています。 えー、女優モデルとして大きく成長できるようにこれからたくさん精進してまいりますので応援よろしくお願いしますありがとうございます新たなスタートへの気持ちをね伺いましたさあそしてそんなココさんモデル女優として頑張っていきたいとおっしゃいましたが今後改めてどのようなことにチャレンジしていきたいですか <laughs> はい えー先ほども言ったんですけど女優とモデルをやりたいんですけど女優さんの方では映像とかで活躍していきたいなと思っているのでドラマや映画で活躍していきたいです、えー、モデルさんの方ではあの個性的な服とかかっこいい服かわいい服いろんな服が着こなせるようになって、えー、主に雑誌などの紙面で活躍していきたいと思っています ありがとうございます。いろんな一面をこれからも見せてくださるここさんかと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、そして続いて、グランプリの咲田ゆなさんにもお話を伺ってまいりましょう。はい、さあ、咲田さん、今、トロフィーをね、持って感想を伺いたいところですけども、どんなお気持ちですかはい。えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、ベスト16が発表されたとき、 にやっぱりあ、えっと、事務所に1人だけ所属してない状況で本当にゼロからのスタートで始めたんですけどこのオーディションを経て本当にたくさんの方々に支えられて今ここに立ててると思っております。特ににに家族には本当に毎日遅くまで 相談になってもらったりとか、リハーサルを一緒にやってくれたりとか、本当に精神面でも支えてくれたことがお多くあるので、家族には本当に感謝したいです。あと、は、本当にゼロ、私、無縁の私から、ゼロ、ゼロの、ゼロからのスタートだったんですけど、そんな私を見つけて、応援してくれたファンの方々、フォロワーの方々に、こうやって、 本当に嬉しい知らせが届けられることを私も嬉しく思いますこれからもえっ、ー、といろんなことを挑戦して頑張っていくので応援よろしくお願いしますありがとうございます佐々木田さんゼロからの、ね、スタートというふうにおっしゃいましたがこのミスマガジンで出会った皆さんそして家族の皆さんの支えがあったという気持ちを伝えていただきましたさあ、そんな思いを込めて今後はどのような道進んでいきたいですか 今後は、えっと、声優アーティストとして、えっと、活動していきたいなと思っているんですけれども、声優アーティストに限らず、えっと、いろんなお仕事をやっていけたらいいなと思っております。あとは、えっと、歌とか演技のことはもちろん、芸事の幅を広げていけるように、えっと、日々精進してまいります。よろしくお願いします。 ありがとうございますますますのご活躍に楽しみしておりますでは皆さん今一度盛大な拍手を皆さんにお送りください